第10競争はスーパースプリントシリーズ2020ラブ FM 杯第2回佐賀ガバイダッシュ 900m の重賞レースです。2コーナー後方ポケット部分でのゲートイン、人気は9番ドラゴンゲートから。佐賀で10戦負けなし、通算15勝、締め切り直前の単勝オッズ 1.0 倍、枠入りは残りあと1頭です。最後は圧倒的な人気、そして田中潤を背にドラゴンゲート、これから9番ゲートに向かいます。第10競争佐賀ガバイダッシュ、枠入りは終わります。係員が離れました。スタートを切りました。出が良かったのは8着の両馬、内を見ながら田中潤、9番ドラゴンゲート、内にいるのは8番エリザベスセーラ田中直史と、8着2頭の後ろ3馬身差、4番イザ、5番ジュンヌダルク、6番ベルモントナイトはその後です。6番手集団からの1番追いかけましょう。前を追いかけます、まさに追いかけます。離れて7番ハキュースターダム、3番ナイトフィーバー、1頭完全に遅れて2番シゲルノマオイ、単独9番手、4コーナーのカーブです。田中潤の手は流れに乗って動いてるだけなのですが、もう4馬身のリード、あと 200m、 9番ドラゴンゲート4馬身のリード、8番エリザベスセールは単独2番手だ、そして1番の追いかけましょうが3番手か、よく言う持ったままドラゴンゲート圧勝。エリザベスセールは2着、1番追いかけましょう3着、その後には4番イザ、6番ベルモントナイト、そして7番白雄スターダムです。圧倒的な人気に圧倒的な力の違いを見せつけての圧勝、9番ドラゴンゲート。今日も田中潤を背にして佐賀のコースは11戦負けなし、通算では16回目の勝利を挙げています。第10競争1着9番ドラゴンゲート、鞍上の田中潤、先行争いでもそんなに手は動いておりませんでした。勝負どころでも動いておりませんでした。直線に入っても持ったまま圧勝ドラゴンゲート。8番エリザベスセーラが単独2着で、離れて1番追いかけましょう3着、4番イザ4着、5着争いは7番白雄スターダムと6番ベルモントナイトです。第10競争佐賀